確かは、阪神に寝返る、広島の CS ファイナル突破可能性は果てしなく低い。10月18日から開幕するセリーグの CS ファイナルステージについて、広島 OB で元監督の達川光雄氏に勝敗の予想を聞くと、さすがのカープ OB でもあまり大きなことは言えんわね。今回の下克上は至難じゃと思うよ。可能性はゼロではないが、果てしなく低いよね、と返答。今回はいつものカープ愛に満ち溢れた達川節が聞けなかった。達川にしては珍しく弱気で草。こや前回の解説のことをだいぶ引きずってるな。達川が当たり障りのないし酔ったコメントしてどうするのよ。そんなの他球団メインの解説者に任せとけばいいのに。カープファンとしては下克上日本一と行きたいが、シーズンを見ると明らかに阪神の方が強い。普通に行けば達川の言う通り勝負にならんと思う。それほど直接対決で完敗続きだったよね。冷静に考えれば、シーズンで10ゲーム以上の差があった両チームなわけで、阪神の気がかりはゲーム感が維持できているか、これのみだと思う。阪神側は実戦から遠ざかってるところと消化試合が長かったところが不安材料かな。少し前の巨人もシーズンはぶっちぎりだったのに、CS までの間が長すぎて実戦感覚が乏しいのと気持ちが上がってない言われてたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。